いい刀だ。源頼光はそう言いながら倒れた。おにぎりは思わず笑い出した。彼は同時に皮肉、悲しみ、そして無念を感じていた。自分の体を支えられなくなり、血の海に倒れ込んだ。おにぎりの血は地面に広がり、茨城童子の機種に巻きついた。そしてじわじわとその腕の力を奪い取った。機種から一本の血筋が現れ、やがておにぎりの体と機種をつないだ。血の海に倒れていたおにぎりは突然目を覚ました。彼は立ち上がり、馴染みあるようで見慣れない景色を見渡した。かつての正義の刀はもうそこにいなかった。源家が最も憎む妖怪として生まれ変わった。